え、開いてないかこれ。9時からじゃん。9時22分で。なんで？お疲れ様です。今日は11月20日です。今日はですね、午前中のレッスンが1件ありまして、で午後からはね空いております。久しぶりに、ね、月曜日の定休日っぽい雰囲気になるんじゃないかなと期待してるんですが、家のやることリストがですね溜まっておりまして、それもやんなきゃいけないでしょ。で今日の Vlog がまだ編集終わってないんで、それやるでしょ。で八蔵橋オトフェス、はい、これの、最後のねフィナーレの部分ですね。ステージに全員上がって、ありがとうございました、また来年ってやってる下りの編集インボイス、はい、そうだった。そうそう、これねめっちゃむずいだよ、その e-tax の下りが。あのマイナポータルみたいなやつ登録してとかって言ったんだけど、 e-tax の画面からこうログインしてくださいみたいなやつでマイナポータルに飛ばされて、でそこでなんかエラーみたいになってみたいな、めっちゃこう何日もねトライしてるんですけどうまくいかない、はい、それなんとかしたいでしょ。で、私はですね、スペアリブの仕込みをしたくてフル使うの忘れてたのよ昨夜。なのでとりあえずフル使いに行って仕込みやります。サミット9時からだよね確か。あれダメ、開いてない。9時22分だよ。そんなことある？マジか、どうしよう。ミラベル開いてんの？割と急がないとさ、生徒さん来ちゃうから。それはね、スペアリブの仕込みやんなきゃいけないんで、スペアリブはね、45分から1時間ぐらいかかります。急ごう。すごい埃っぽいな、ここちょっと息止めていきましょう。
空いてるっぽい。何でもいいからとりあえずフルーツ。Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your.あと10分ぐらい、煮込んだら、ソースの部分とお肉の部分を、一つにします。ソースはね、醤油と、赤ワインでアルコール飛ばしてブルーベリーのジャム入れてでコト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 やってきてって、でお肉の方はあの下味を塩コショウでつけてあったやつに表面を一回焼いて、で玉ねぎすりおろしてニンニク生姜すりおろしてで、さっき買ってきたフルーツ、今回はリンゴとキウイが映ったんでとりあえずそれをすりおろして入れまして、でそれはそれで煮てる状態ですね。で一個にしてからさらに、45分ぐらいかな、じっくりいきたいですね。レッスン終わるまでコト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 やって、レッスン終わったらお昼ご飯でもう食べられるみたいな。ちょっと様子見てこようかな。それはあのちなみに、はい、あのそちらの会社社内でってことですか？私たちの方でその福利厚生っていうところの、福利厚生のやつですね。まあ、そうです、あの紹介とかこう斡旋のようにこう中間マジいただきますっていう話ではなかったんですけれども、忙しくて対応できそうにないので、はい、わかりました、申し訳なかった、ちょっと急なご連絡で。いえ、とんでもないです、ありがとうございました。はい、またタイミングがあればぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では失礼します。はい、うん、今の電話は大丈夫だね。まあ、着信拒否だけど。この足だよね、要するに。実際にお試しいただける点滴もございますので、ご興味、それがこれ。お客様、ぜひ、なるほど。59だと59だったら、うん、このサイズもそこの防水パネルが収まるんですよ。なるほど。これはでかいよね。うちには入んなそうな、なんとなくもうすでにイメージない。このこのね、これだと思う。うちにあるやつ。32,000。こっちか。やばいな、やばいね。アジ美味しそうじゃない？見なかったことにしようか。